はい、では今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。今日は140日目になります。今日はですね、社員に3つの自由を与えようというのがテーマです。社長であればですね、まあ社員に、もっと活躍してほしいとかですね、もっと自主的に働いてほしいという、まあ、思いを持っている人が多いと思うんですけれども、まあそのために必要なのが、まあ今日ご紹介する、3つの自由と、いうことになります。まあ、この自由を社員の人に与えていないと、いくら社長が何を言っても、彼らは活躍することはできないし、自主的に働いてということはないということですね。で、まず一つ目の自由が、冒険を犯す自由ということですね。これはですね、まあ、冒険ということなので、まだ彼らがやったことのないことにチャレンジする自由ということですね。まあ、彼らがやったことない仕事とかプロジェクトとか、経験のない、ぐらいのですね、お客様を担当するとかですね、まあ、そういったことですね。まあ、これを与えないと、成長の機会がないということですね。まあ、これが一つ目になります。で、二つ目が、新天地を開拓する自由ということですね。で、この新天地というのは会社で言いますと、まあ、新しい商品であったりとか、新しいサービスであったりとか、まあ、新しいお客様、まあ、新しい市場ですね。まあ、そういったものを開拓する自由を与えてあげましょうということですね。で、これが二つ目。で、三つ目がですね、反発する自由ということですね。で、ちょっとこの反発という言葉だと、若干イメージがつかないかもしれませんけれども、これ要はですね、社員の人がリーダーに対して還元を行うということですね。まあ、要するに、これは違うんじゃないですかというふうにですね、まあ、意見する自由とですね、まあ、これを与えてあげるということです。まあ、この3つの自由の中で一番大事なのがその3つ目のですね、還元する自由ということで、まあ、この自由を与えなかったリーダーっていうのは、まあ、歴史を見てもですね、遅きにしろ、早きにしろ、まあ、失敗していると、失脚しているということがありますので、この3つ目が一番大事かなと思います。で、それでこの自由をですね、まあ与えるために、まあ要は何が必要かと言いますと、要は場作りですね。まあいくらですね、社員に、社長が言葉でですね、なんか意見あったら言ってねとか言ってもですね、なかなか難しいと思うので、社長がやらないといけないのはやっぱ場作りですね。社員がそういう新しいことをトライしたりとか、なんか意見を言ったりするための環境作り、場作りですね。これをやっぱりリーダーの社長はやらないといけないということで、まあ、今日はこの3つのですね、自由を与える場作りについて考えてみるといいのかなと思います。ではまた明日お会いしたいと思います。